なるほど、面白いわ。本もなんか全部可愛い。覚えることがもう不可能になっちゃった。すごい、お空めっちゃ綺麗。小堀清美と申します。仕事は料理の仕事をしてます。まあ、料理家、この家賃貸です。リフォームが可能っていう物件を一応探して、自由にやっていいよっていうことで、ただあの、なんていうの、差額が出たらそれは自己負担になるんですけど、東京にまあ一人暮らしで出てきて、本当にワンルーム暮らしとかもしてるけど、そういうのを入れて15、6回してて、その間に 2軒自己所有で本当に一から家を建てるっていうのが1回と、あとマンションを全リフォームするっていうのを1回、あとはでも賃貸でもずっとリフォームしてるかも。テーマは外国みたいなっていうのが一番テーマで、なんかそこに入ったら日本じゃないみたいみたいな感じ。そう、なんかちょっと旅行に来たとか、ちょっとあの他の国に行ったらこんなインテリアかもみたいな気分でミックスしてるかもしれない。家全体ではないんだけど、私が一番長く過ごす場所は、ここにフランスの女の子が住んだらとか、なんか北欧の家具を使って日本で暮らしたらとか、そういう感じ。あ、なんかこの絵遠くで見てるの、近くで見るのまた全然違う。キャンバスにあの、ペイントオリジナルなんだけど、はい、あ、キャンバスにこのブルーの四角をたくさん描いてるんですね。3つっていうのがめっちゃ可愛いですよね。なんか3つで1つの作品で、多分ここも本当は飾るのもピタッてくっつけて飾ってもいいし、これはアンティークですか？これはね、北欧のやつで、ハンス・ベグナーっていうデザイナーのものなんだけど、この本棚も本当素敵ですよね。でね、ギリギリ入って、前の家はギリギリってか、ぴったりすぎませんか？え、これ入らなかったらどうする？入らなかったら、ね、ばらせるから、あ、なんか3と2とか、ね、あの置く場所をちょっと変えて使おうかなと思ってたんだけど、こだわったところは全体のトーンを決めるのに、天井を塗装をかけてちょっと木を張りたいなっていうので、そこが一番こだわったところかな。土足で入れて、で水拭きができるように、あの撥水の、これお風呂場のタイルなんだけど、あの撥水加工があるので掃除もしやすいから。確かに、土足で。この絵もすっごい素敵ですね。これもね、キャンバスに描いてるか、オリジナルなんだけど、いい匂いする。するかな。そうそう、なんか
賃貸だからこそできるリフォームっていうか、もう箱は決まってて、そんなになんかキッチンをここからこっちに動かすとか、そういうことは逆にできないから、ある中でできることっていうので、まあ、雰囲気を変える。何色木だったのかな、普通の木、そこも変えたんですか。本に貼って、あととってもオリジナルでね、作って取っ手を変えて、なんかこれもね、シーツなの。シーツを、ベッドシーツを、そうそう、もうサンデーがすごいわーってやるから、かわいい壁紙。ここが壁紙を、前の家で使ってた壁紙の残りを入れてたもん、だからそれだけ、ここだけこれを貼ってくださいって言った。あ、じゃあこっちの内側も木だったんですか。そうそう、ここもこういう木で、木の面だったところの内側だけシートを貼って、シートを貼るとかも、このこれもね、テーブルが本当に木のテーブルなんだけど、すごい飽きちゃって、あ、もともと木だったんです。そうで、このね、これシートを貼ったんだけど、へえ、めちゃめちゃ印象変わりますよね。リラックスしたい時は、意外と3階に行って、外にテラスに出たりとか。え、かわいい、憧れる。下だと緑が見えて、はい、ここに来ると空が見えるから、なんか気分転換。そうですね、寝ます、ね、ケーキ屋さんの隣に喫茶店というかカフェを作ることになって、でそれが私が高校2年生の時なんだけど、そこを私が全部、好きにやっていいと言われて、そのテーブルを選んだりとか、壁の色を選んだりとか、でも今思うとすごいの、その当時が、だから本当にペパーミントグリーン の, あのカフェだった、その外壁が、かわいい、私がペパーミントグリーンがいいって言って、ペパーミントグリーンと白の組み合わせのお店だったんだけど。どこから聞こう。で、先生、キッチンの一番のこだわり教えてほしいんですけど。キッチンは汚れてたね、この洗剤はシート真っ白だったんだけど、あ、そうなんですね。それをちょっと張り替えて、ここも全部、そうそうそう、微妙に色が違くって、下が少しブラウン系のベージュで、ここがオフホワイトで、あ、これとこれ違うんですか、色、微妙にツートンに、この取っ手めっちゃ可愛いですね。それを革にね、ちょっと作って、旦那さんが、そう、なんですけど、素敵。汚れないのはなんかこういう方がすぐ拭けるし、いいんだけど、なんか使ってて味が出ていくのもいい。そうですよね、じゃあ今後この辺もこの革に変えていくんですね。可愛い。で、あと天板が、普通のなんていうか人工大理石の天板だったの、引っ越してきた時は。あ、ここですか。で、それをメリって剥がしてもらって、大工さんに、それで、なんか DIY の木を取り寄せて、でそれをね、ここに加工してもらって、ちょっとぽってりしてて、確かに、ね、繊細すぎなくて普段使いにも、かわいい。それもキムさんっていう韓国のメサカさんの、キムさん、すごい素敵。あとは、で、階段にこうやって測る小さじね、8分の1枚小さじ8分の1、初めて聞きました。小さじ1かな。あ、そっか、下が平らだから床に置けるんですね、こうやってラッとしてるし、ちょっと仕上げに人たらししたりとか、そうするとすごくいいのね。なんかこういうのを見切りって言うんですけど、
例えばここまで壁紙ってするよりも、うん、ちょっとこういうふうに入ると、うん、締まりができるのと、うん、確かにそれはまあ、調理するなんとかっていうよりはデザイン性の話だけど、はい、そう、なんか統一感を持たせるのにこういう見切りをちょっと入れたりとか。今日は、はい、玉ねぎのシューマイを作ります。わー楽しみ。大きく切るのがポイントなんですね。そう、1センチぐらいの幅にこう入れる。おー、うん、で、油をこうちょっと溶かしてあげる感じで、はい、あと卵が入ると、生姜が後味に残るくらい 30g で結構しっかり。一番簡単なのはこうやって広げて、はい、ここにお肉をこう乗っけて、うん、こう広げたら、はい、真ん中にこの人をこう持ってきて結ばめる、うん、と。これで形がもうこうやって、うん、あ、こうやって、あ、ほんとだ、うん、で、できたら、あとは、はい、じゃあ、蒸し器に。わあ。かわいい。で、めっちゃ美味しい。日本ってミックスの文化だから、なんか何でもあり、和食も食べるし中華も食べるし洋食も食べるし、そうだから、なんかそんなにこう決めきらなくてもいいと思うんだけど、やっぱり自分の好きっていうものを分かる、知るためにいろんなものを見たりとかすると選びやすくなると思うんだけど、飽きちゃうっていうのもあって、まあ、更新の時期にどうするってなって、なんか引っ越そうかっていうことになり、で実際引っ越すと流れが変わるので、なんかそれで悪い方になったことは今までなくって、だから本当に直感で2人ともね、本能のままに動いているんですけど、そうだから、なんか引っ越し動くっていうことが自分たちにとっては意外とこう流れを変えてていいことなのかなと思ってて、定住するっていう感覚があんまりないというか、動くこと、流れが変わることを楽しみながらたくさん引っ越しをしてきた小堀先生。常に変化を楽しむマインド、その気持ちがこの素敵な空間を作っているんだなぁと感じました。家具にペーパーを貼ったり、壁紙を変えたり、本当に気軽に楽しみながらお家を変身させていく。お家に遊びに来たというより、まるで絵本の中のような感覚でした。
旅が好きな先生の今まで見てきたものがぎゅっと詰まった空間。お部屋だけじゃなく階段まで歩くのが楽しくて幸せな時間でした。